皆さん、ヤッホーリクチャンネルのリクです。今日はついにロッキーとリクの可愛い洋服を見つけちゃいました。あのね、まあ、皆さんも分かる通り、まあ、リクの洋服だったらまだ見つからんだけど、ロッキーの洋服は見つかんないの。全然、だってさ、化け物なんですよ。ロッキーも首も太いし、体も筋肉ムキムキで、で大型犬の洋服ってやっぱ皆さん見つか、ロッキーも来ましたね。分かった欲しいね。あの、実はもうね、あっちのソファのところで撮影しようと思ったけども、うるさいな、ロッキーが。おもちゃも買ったんだけど、おもちゃで遊びたいうるさいので、紹介ここでしてからあっちで着替えさせます。で、まあ、さっきも言ったんだけど、ロッキーのサイズの服がなかなか見つかんない。見つかってもあんまおしゃれなのってなかなかないんですよ。で、可愛い洋服を見つけちゃいました。で、ロッキーとリクのお揃いの洋服とかもね、ゲットできたので、今回買ったものを全部紹介してロッキーとリクに着せちゃいます。 Yeah. I don't wanna be the girl, but I kinda need a word. Well, I'm into you. 今回ね、ゲットしたのがまずおもちゃ3つ。めちゃめちゃ可愛いんですよ、これも。なんか海外の、あのブランドみたいな感じで、普通の洋服とはちょっとお高めなんだけど、めちゃくちゃ質がいいの、マジで。いろんな種類があって、もうクリスマスにぴったりのトナカイの服とかもあったりして、で、あとロッキーとリクのセーターと、ロッキーの首輪リード、そしてリクのバンダナをゲットしたんだけどね。まあまあ見せた方が早いですね。まず私がもうめちゃくちゃ嬉しい、ロッキーサイズの欲しいね。着替えたい、かっこよくなれるよ。ほろほろ、欲しいね。あー、分かった。ロッキー、待って。ほら、こう始まるからさ、ロッキー。もう欲しくてね。あー、リクも来た。待って。ロッキー。待って。アバホ。お座りしてて待ってて。まず、ロッキーサイズのニットの洋服。セーターみたいな感じ。見て。こんな感じ。あの、アメリカのマークがついてるニット系の洋服なんだけど、マジで質がいいです。で、しかも可愛い。あの、これからの季節にぴったりなの。ほら、モコモコだから。で、それ以外の洋服とか、あのね、なんかジャンバーみたいなのとか、レインコートとかもあって、はい、リクも欲しいね。はいはいはい、分かった。で、あの、あー、分かった。ロッキー、あー、分かった。はいはいはい、使っちゃう。分かった。ロッキー。アバホ。もう、アバホ怒るよ。ロッキーも早く着替えたいみたいな。マジロッキー、今まで洋服買ったのといえば、スーパーマンの、あの、ハロウィンの時のやつと、あと、今じゃもう着れなそうなピチピチの洋服ばっかりで、ね。で、どっちも海外で買ったやつなの。届くのもめっちゃ時間かかるし、みたいな。もう見て、もうこれ、嬉しすぎる、私も。私が一番嬉しいかもしれない。可愛くない？で、こんな感じですね。可愛い。私、マジで洋服着せるの大好きで。やっぱりね、お父さんは、履かせなくていいよとか言うんだけど、絶対履かせたいの、私。可愛いじゃん、だって洋服で。冬にぴったりで、リクサイズがこれです。可愛い、マジで。で、セーターはお揃いじゃないんだけど、めちゃくちゃ可愛い。で、いろんなサイズがあって、値段が、多分リクのが、セーターは、大体6000円くらいですね。ちょっとやっぱりお高めなんだけど、いいブランドの、あのやつで、質もね、めちゃくちゃいいので。あと、こっちが大きいサイズは7000円くらいかな。ちょっとお値段上がるくらいです。可愛い、こんな感じ、リクので。他が、じゃーん、ロッキーの首はい、分かった。これでお散歩行こうね。ね、お散歩行く。待っててよ、ちょっと。アバホで、ロッキーのこれ、首輪です。おしゃれな感じだね。で、この首輪とリードの同じ柄のやつ、これセットで。今までロッキーに買ってた首輪がかっこいい系ばっかりだったんだけど、めちゃくちゃおしゃれな感じじゃない、これ。かわいい、マジで。私、こういうの欲しかった、マジで。で、同じ柄のリードです。これロッキー用。リードもしっかりしてる、マジで。ロッキーめちゃくちゃね、力強くて、リードとかしっかりしてるのがちょうどいいんで。で、これがロッキー用の首輪と紐でしょ。で、最後が、じゃん、リクのバンダナ。これね、ロッキーと、ほら、リードと首輪と同じ柄だから、これがお揃いなの。めっちゃ可愛い。こう、ちょっと長さ変えられたりできるね。こんくらいがちょうどいいのかな、こうやって。おしゃれ、ガチで。すごい、やっぱね、あの、犬もおしゃれしたいと思うし、
お揃えっていうのがねまたいいですね。はい、こんな感じです。着せるやつは以上なんだけど、まあ一番私がびっくりしたのがしっかりしてる。マジで私結構前にドッグカフェに行った時に売ってたんですよ、こんな感じのセーターみたいな。めっちゃ強くてちょっとお高めだったんだけど、ロッキーのサイズがなかったの。なんでここにもロッキーのサイズないのとか思って。結構大型犬飼ってる方、ゴールデンレトリバーとかハスキーとか飼ってる方は分かると思うんだけど、マジで見つかんないのよね、サイズの洋服が。着せたくても見つかんないから、いつも肌感冒で。でこのねコンっていうサイトの通販はあれ、大型犬用でも小型犬用でもいろんなサイズがあるからマジでおすすめ。いろんな種類あったんだけど、可愛い系とかこんな感じのおしゃれ系とかもあって、マジで可愛いですね。おもちゃもいっぱいあった。で概要欄にねリンクも貼ってあるのでぜひ見てみてください。で続いておもちゃ、やっぱりロッキーおもちゃ大好きだからおもちゃも買ってあげようと思ったので3つゲットしました。まずこのカンカンみたいな感じの、あ、あー、わかったわかったわかった。ロッキー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 、アバホアバホアバホ、待っててね、もうちょっと遊ぶからね。アバホ、まずこんな感じ、なんかコーラみたいな感じのカンカンのおもちゃです。でね、思ったんだけどこれもねめっちゃ壊れにくそう。あ、ごめんね、ごめんね、ごめん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 。これだいたい2000円近いかな。概要欄にリンク貼ってあるのでね、見てみてください。でなんかすごいか、おー、いた、あ、びっくりした、ちょっとびっくりしさせないでよ、リク。ブシャイクだね今日もね。はい、左にはロッキーで、何、絵とかも海外っぽくてめちゃくちゃいいですね。で次これなんかビール瓶みたいな瓶の形したおもちゃ、これも音鳴るんですよ。壊れにくそう。いつもロッキーすぐ壊すからこれはいいですね、こんな感じで。最後がポテトです。ポテトフライのやつ、あ、こんな感じなんだ、見て可愛くない、ポテト。あ、これも音鳴るよ絶対。これが布でできてるタイプです。ちょっと鳴らしてみようかな、待っててね待っててね。あー、もうやばい、かじりそうな勢いですね。あー、分かった分かった。ロッキー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 、待って、アバホ、ロッキー、アバホ。じゃあもうね、本当にかわいそうなくらい欲しい欲しいって言ってるので、早速あっちで着替えさせてからおもちゃで遊ばせます。はい、じゃあ早速まずは首輪とリードとスカーフからつけてみます。リクちょうどここにいるから、リクつける？ロッキーじゃない、ロッキー待って、絶対かわいいよね。はい、ねえ見て、めっちゃかわいくない？はい、はい、じゃあ次ロッキーね、後でまたリクともね見せよう。はい、ロッキー首輪ね、で長さも変えられるんだけど、これちょっと緩くしたやつね。え、めっちゃ合ってる、うわ、おしゃれ。でリードも同じ柄だから、ほらね、これで散歩行きたい。待って待って待って、超おしゃれ、ほらめっちゃ可愛い。しかもおいでリク、リクのスカーフと柄がねお揃いなの、めちゃめちゃ可愛くないですか。じゃあ次はセーターね、ニットの洋服着せましょう。じゃあまずロッキーからね、リクトラあっち行っちゃったから、待て待って、おさえり、ロッキー待って、でっかっ、見て可愛くない、マジで。で首輪はちょっと今折ってあるんだけど、こうやってても折っても可愛いわ。でここね、ちょっと 長かったところは内側に折ったらもう全然大丈夫です。じゃあ次はリク行きますか。リクおいで、ロッキーおさわり。はい、じゃあ次リク行くよ。かわいい、もうこれだけでもかわいいんだけど。はい、はい、行けるよ。はい、こんな、かわいい、見て、もう似合ってるどっちも。でリクはもうぴったりサイズ、この首がかわいい。ロッキーはちょっと後ろだけ長いかなと思うけど、ちょっと内側に折ったらいいですね。でも首とかはサイズちょうどいい。首が太いから、もう、そう、胸もでかいから、もうワンサイズ下だったら、逆にこっちがきついかもしれない。もうちょうどぴったり。いいね。マジで冬にぴったり。じゃあね、ロッキーはもうおもちゃを早く渡せって言ってると思うんで。じゃあね、おもちゃ渡します。リク、はい。リクはポテト。あ、はいはいはい、わかった。はいはい、わかったわかった。あ、わかった。
はいはい、分かった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 って痛い。はい、どうぞ。あ、リク、あれなんか瓶ビールみたいなやつ持ってった。あ、ロッキーポテトだ。これはいいんですか、二人とも。やばい、もう大喜び。嬉しい、ロッキー、嬉しいの。嬉しいね、ロッキーロッキーロッキー、嬉しい。かわいい。あ、来た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 。あ、はいはい、これも。あ、わかったわかった。ロッキーだ、もう。どうぞ。あ、ロッキー上行った。見て、リクもね、マジリクくれた、かわいい。ロッキー上でした。ね、ビール飲んでるみたいなんだけど、かわいい。マジかわいい。はい、じゃあね、ちょっと今時間経って、ちょっと おもちゃ取り上げてね、エンディング撮ろうと思うんだけど、このセーターマジでもうね、可愛すぎる。リックもぴったりだね。ね、ロッキーもね、サイズ全部ちょうどいいんだけど、ちょっと長いかなって思うから、内側に折ったりとかね、してあげるからね。じゃあまた犬のグッズ見たいなと思った方、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄から私の SNS もフォロー、私のグッズも見てみてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。おもちゃはもう大喜びです。